中川聡です。今35です。出身は大阪府堺市です。高校卒業まで学生でいて、でそこから大きい仕事したかったんですよ。でたまたまその僕が働いていたバイト先の焼肉屋さんのお客さんが僕の師匠である白木健一さん でそこで初めて出会って、で俺のとこ来ないかっていう誘いがあったんで入りました。高校卒業してから18歳から白木刃物に入社して、で16年間、まあ、下積みというか修行して、で去年令和3年4月に中川内刃物として独立しました。青髪2号、青髪1号のモンタン像ですね。やっぱりそこはどこにも負けない綺麗なモンタンを意識して鍛造しています。それも他社にはちょっとわからないですけど、うちのオリジナルの手作業で工夫を手間かけてて、だからそれで商品化された時に綺麗に仕上がっているという自信が僕はありますね。やっぱり何のものでもそうやと思うんですけど、新しい鋼材とか流行りとか、やっぱそういうのにはついていかないといけないという思いで、やっぱ新しいことをすることによって自分のモチベーションも上がるし、でも初めは絶対できひんって分かってるんですけど、そこから試行錯誤にした時に出来上がった時の包丁の感動というか、それはやっぱり自分の中ではモチベーションを上げるためにやっています。手作業でやってるんで納期やっぱかかるんですよ。でやっぱ需要と供給が合ってないんで、納期を迫られたら正直きついです。やっぱり本焼きですね。10本やって10本割れて、それがもうとりあえず火造りするのに1本やるのに20分ぐらいかかるんですよ。でそこから仕上げして、で葉月屋さんに荒研ぎしてもらって泥塗りしてって、まあ、考えて1本の時間帯で言ったらすごい時間かかってる中、やっぱ10分あって10本割れた時はもうほんま心折れましたね。